こんにちは、土の子です。さあとうとうミュウツーをねゲットしに向かいます。ちなみに今ですね、こんな感じですね。クリアしたステージ170、ゲットしたポケモンの数165まで来ました。プレイ時間はね36時間、課金はしてないですけど、ポケトルのプリペイドカードを使って、8個宝石をね手に入れていますという状態です。さあそれじゃあミュウツーに行きましょうか。これでゲットできたらとりあえず全てのポケモンをね仲間にしたことになります。僕はですねちょっと反応速度が遅いのでホームボタン押しを使ってねクリアをしていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。倒せたけど0秒でした。こりゃダメだ。 1% ですね。100回に1回に望みをかける。ダメでした。さあもう一回挑戦しましょう。よし、今度は23秒残して倒せましたね。やっぱりコンボつなぐのが本当に重要だと思います。さあ23秒でかいよ。いきます、来い。はあ、一発で出てきちゃったか。ちなみにコインはねあんまり心もとないので使いません。真っ暗で何も見えねえ。ああ倒しました、 3%。 最後真っ暗で何も見えないんだけど。4%。 よし、24秒。さあそろそろ仲間になってくれ。25%、いけ。4回に1回。3、よし来い。ピシッ、オッケー、ミュウツーゲットしました。やりました。 S は取れなかったけどノーアイテムでねミュウツーゲットです。これでねクリアしたステージ170、ゲットしたポケモンの数166、今の時点でね全部仲間にすることができました。いやーミュウツーね結構大変でしたけどようやくねゲットすることができました。やっぱりねポイントとしては使用するポケモンのねレベルがやっぱ5ぐらいあるとだいぶ違いましたね。僕最初にやった時はねホームボタンを押しても、倒せないことが多々あったんですけど、やっぱりねレベル5ぐらいにすると20秒ぐらい余ってクリアすることができました。ということで最後にね、ホームボタンを押さずにやるとどこまでいけるかをねちょっとやってみたいと思います。僕の下手さをね最後ご覧ください。それじゃあやっていきましょう。
ホームボタンを押さずに行きます。ああ途切れちゃいますね、やっぱりね。しまった。あー終わっちゃいましたね。はい、こんな感じでやっぱりね、ホームボタンを押すと押さないのじゃ30秒ぐらいね、違いますね。30秒以上かな。そんぐらいやっぱ僕のレベルだとホームボタンを押ししないとこんな感じです。なのでね、これホームボタンを押しないでねクリアできる人本当にねすごいと思います。自慢してねいいと思いますね。いやー難しい。でもね、ちょっとずつね、動かすね、速さはどんどん速くなってるんで、自分もね、こう鍛錬して、ホームボタンばっかりね、押さずに、たまにこうやって練習して、どんどんね、成長していきたいなと思います。ということで、ミュウツーね、ゲットしました。またね、何かあったら動画撮ろうと思うんでね、よかったらね、チャンネル登録してください。それじゃあ、土の子でした。